タオルをかけていくんですが、ポイントは指先が万能で、冷え性、肩こり、腰痛、むくみ、そして、はい、仙骨の上にまず一つ、あったかいコール正義って覚えててください。はい、ではホットストーンの、ね、効果を説明していきたいと思います。効果効能です ね結構万能で、冷え性、肩こり、腰痛、むくみ、そして例えばね、顔のあたりに使っていったりだとか、首元とかに使っていくと目の疲れとかにもね結構効くんですよね。眼精疲労、目の疲れにもおすすめになっております。なので本当にね、全身使います。そしてもちろん筋肉とかね、体とか老廃物だけじゃなくて、精神疲労にもおすすめです。あったかいイコール正義って覚えておいてください。まずはトリートメントではなく、どういうポイントに置いていったらこれがものすごくねいいのかっていうのをお伝えしていきますので、ぜひ見てみてください。はい、ではやっていきましょう。ですね、まず僕がやってるこのホットストーンの置き石なんですが、うつ伏せからねトリートメントをしていきます。そしてうつ伏せの左足からトリートメントをしていくんですが、その際にいきなりこうね左足から入る前にですね、背中に実は置き石をしております。この背中に置き石をして、足をトリートメントしてる間に背中をじわーっと温めて緩ませていくっていうのをやっております。こんな感じです。背中に乗せます。だいたいこの首の根元からこのね臀部のあたりまでね、臀部を過ぎて足の太もものあたりまでね、こういう風な形で乗せていってください。はい、でここでねホットストーンを乗せていくんですけど、まず温めてほしいポイントがこのね仙骨の上、この仙骨の上にストーンで、サイズ的には大きいサイズ、ダチョウの卵サイズを置いていきます。はい、仙骨の上にまず一つ、そして同じようなサイズの石をここですね、腰のあたりですね。でちっちゃめなサイズを肩甲骨と背骨の間にこうね乗せてっていただければと思います。でこういう感じで乗せていきます。でなぜこっち下が大きくて上がちっちゃいのかというと、肩周りとかにね大きい石がこう乗っかってると、肩甲骨とかの間が狭い人なんかはちょっと圧迫感を感じたり、胸のあたりというか上の部分がこう重いとちょっと苦しくなったりするので、腰のあたりだったら全然ね少し重さがあっても大丈夫なので大丈夫なんですけど、上のあたりだと肩甲骨だとか肩がね当たってしまって重いと感じやすくなってしまうので、必ず重い大きいのは下の部分、上には軽くてちっちゃくてね置いてても違和感がないような感じで置いてみてください。はい、でここでできたら必ずこのタオルをこれでね、ホットストーンが乗ってるか分かんなくなるんですけど、こうすることで石が落ちにくくなるのと、あとね保温性も上がってきます。ホットストーンの保温性が上がっていくので、ぜひこの置き石、すぐ冷めてしまうとね、これから30分間足を施術していくって考えた時に冷めてしまうと、お客様がねそのセラピーで温まりがね弱くなってしまうので、必ずこういった形でタオルでねしっかりカバーをしてください。でここでワンポイント補足で言うと、背中の置き石するときに、でも肩周りはもうちょっと広範囲、肩甲骨とか肩周りの筋肉ねしっかりほぐしたいから、ちょっと広範囲で包み込みたいなっていう方におすすめの武器があります。ホットストーンではないんですけど、すごくおすすめの武器がこちらです。こちらです。ホット&クールパッドっていうね、ジェルパッドになってます。でね、これはタモツくんとかね、ホット&クールパッドみたいな感じで検索すると Amazon で出てきます。すごくあったかくて気持ちいいね、ジェルになって、重さもまあ超軽いってわけではないんですけど、まあそこそこある程度のね重みがあるから少し温まるけど、重いとか圧迫感があるっていう感じではないです。石よりもねそんなに重くないので、すごく使いやすいです。で広範囲、まあこれをね乗せていくと広範囲を包むことができます。石だとここの部分しかできないんですけど、全体的を温めることができます。こういう形ですね、こういう形でやっております。ホットストーン、ホットストーン、タモツくん、もしくはホット&クールパッド。実際ホット&クールパッドちょっと大きいので、広範囲なんでこのタオルでは完全に包み込めないんですけど、こういう形にして、ここはねしっかり
じわっと温まっていくので全部は包み込めないんですけど、こういう感じで、こういう感じでやっていくと温まりできます。まあ、石でもね、遠赤外線効果があるのですごくおすすめなんですけど、背中全体の広範囲を緩めたいってなったら、こういったねホット&クールパッドを使っていくのもねすごくおすすめなので、ぜひ皆さんこれもね活用してみてください。はい、では続いて足のね裏、足の足先をね温めていくっていうホットストーンのやり方をお伝えしていきます。ではですね、用意するものはまたねこのフェイスタオルです。このフェイスタオルを用意していきます。あとは大きいサイズのホットストーンですね、ダチョウ卵サイズのホットストーンを用意してみてください。でね、タオルはねこういった形で半分に折っておきます。縦に折るんではなく横にこう半分に折って、この状態で用意しておいてください。でここに置いておきますと、手のひら全体的にこうすっぽり出てくるやつですね、この大きめのホットストーンを使います。でこの時注意してほしいのは、これですね直接乗せることもできます。実際直接ね足の裏に乗せることもできるんですけど、温度ですね、直接乗せると結構ね温度感じやすいので、直接乗せる場合に限っては必ず温度必ずチェックして熱ってならないように注意してください。でタオルの上から乗せる場合でしたら比較的ねじわーっと温まっていくのですごくねやりやすいと思うんですが、直接乗せる場合は注意してください。まずは直接乗せるバージョンからお伝えしていきますね。温度を必ず管理して大丈夫になってからやってください。では足元やっていきますね。この状態で足のこのね直接もう乗せても大丈夫ようになったら、足のですねこの土踏まずから指先にかけてに石をこう乗せていきます。少しこうね、で本当はねこのままでもいいんですけど、保温力を高めるためにこの半分に折ったタオルを使ってやっていきます。こういったね折ったタオルを使って、これを置いたらですね、落ちない位置でねうまくやってください。うまくね全体的足のね土踏まずから指先にかけて温めていきます。で、このタオルをかけていくんですが、ポイントは指先が出ちゃっても寒くなるし、くるぶし周りまで包み込みたいので、足がちょうど真ん中、この足が真ん中に来る位置に置いてください。足首が出ちゃったり、足首かかとが出ちゃったり指先が出ちゃったりしないように、このタオルが真ん中に来るように置いていただいて、ちょうど真ん中ぐらい、このね真ん中に足があるような感じで、必ず押さえてください。親指でねこれが落ちないように必ずちょっと軽く添えて圧をかけるように押さえてから、足首のところに失礼しますって入れて入れてこうね入れて巻いていきます。で指先までね空気が入らないようにね、こういう形で丸めていく。はい、こうすることで落ちにくいし、足がねこうタオルがずっとこうになって、しかも保温性が高くなります。足のホットストーン、足の裏にずっと石があったら行くので、足全体がじんわり温まって末端冷え症の方にはねめちゃくちゃおすすめです。ただこれは直接乗せているので、暑さ最初の暑さだけは注意してください。直接やってる分ストレートにね熱がいくので、暑すぎたらあちってなってしまうので、適切な温度50度から60度ぐらいの適切な温度でね温めた、肌に乗せても不快にならない温度にしてから必ずね乗せてってください。で施術をしている間はこれをねタオルをこうやってやっていくと、ずっと足の裏が温まっていってものすごくおすすめです。ものすごくね冷え性の方にはおすすめなので、直接乗せるタイプはこういった形でぜひやってみてください。はい、はい、では続いて直接乗せないタイプをやっていきたいと思います。直接足には触れずタオルの上からじんわり温めていく。